通信教育のね、はい、若先生ね、お姉さん先生ね、はい、お疲れ様ね、孤独との戦い、はい、おじさんも付き合うからね、じいさんにワインディング負けてるよじゃもうダメだね。これちょっとね、このウィークストレートパーマかけてパーマ落としてね、コンディションが悪いんだよね。そういう時はね、シリコンね、シリコンスプレーね、いや缶が冷えるね。で、何色で巻く練習してんのかな。12ミリかな。12ミリだったらやっぱり1分間で3本は最低巻けないとね。見える？はい、見えるね。はい、12ミリロット3本勝負ね。はい、まず巻く前にね、はい、輪ゴムのコンディションね。これ輪ゴム細いのと太いのがあるけど、細い方が巻きやすいね。太いので輪ゴム白で太いの使ってんのかな。あれ巻きにくい、あのかけにくい、硬くて。だったらこの細い方がね、一番細いやつエバー、ニューエバーで売ってるからね。国家試験の時輪ゴムなんか何色使ったってこれ減点対象にならないから、まあお好きにどうぞとね。はい、まあ白でやるって、なんで白で、国家試験の見本、あれ財団法人が出してる国家試験の採点するなんか基準の見本の時に白い太い硬い輪ゴム使ってんだけど、まあ見やすいから白い輪ゴム使ってるだけでね、別に減点対象にならないはず。輪ゴムなんか何色の何にかけたってでね。はい、でコームね、まあいろいろあるけど、目の細かい、どっち使ってる、粗いコーム、昔ながらのコームね、もう50年ぐらい前からあるコームだね。あと最近出てきたね、この目の細かいね、こういうカッコつけたコームね。どっちがいいのっつったらね、やっぱ昔ながらのコームの方がやりやすい。なんでこれやりにくいって言ったら、目が細かいやつはね、ちょっと長くて振り回しにくいで、まあ、ちょっと今これ引っかかるっつうの、目が細かいだけにちょっとね抵抗が大きいの。抵抗が大きいからちょっと強く持たなきゃいけないのね。それがうざいので、目が細かいやつでやった方が綺麗にシェイプできるかったって、そんなの関係ねえから、して綺麗に出すのは録画されてる、指シェイプでこれで艶出すわけだから、あんまり関係ない。目が細かいやつでやってからって艶が出るわけじゃないからね、これでやるね。で、あとはもう巻くだけね。はい、下巻きね、下巻き折らないで、まあ巻いていくんだけど、はい、今何分、はい、じゃあちょっと10秒休憩して、30分ぐらいから、30秒からやる。はい、一緒に練習ね。はい、ハンデ、はい、はい、スタートしてくださいね。ハンデ5秒じゃかわいそうだね。はい、おっさんはちょっと遅れてね、まあ巻いてるけど、はい、慌てずに力入れたらもう絶対負けないからね。そーっと巻くね。女の子人は結構力入れてこう巻いてる人多いよね。ギュッ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 ね。で、とにかく力入れたらもう負けないからね。はい、ペーパーが取れない。はい、もう1本負けた。はい、はい、はい、2本目ね。はい、力入れたらダメよ。はい、軽く巻くね。ウィッグを動かさないように巻くのがコツだね。はい、ちょっとスライスの幅なんか見てないからね。ね、はい、ちょっと巻くね。はい、はい、巻きましょう。はい、1分間で3本以上は絶対巻けるようにね。はい、何秒ね。はい、このぐらいでね、3本巻ける。はい、頑張ってね。巻きましょう。はい。